鈴木由美子秋田県山本郡峰浜村出身の自転車選手であり、日本における女子自転車界の草分け的存在である。父は三段跳びでインターハイ優勝、母もハードルでインターハイの出場経験を持つスポーツ一家の娘として生まれた。中学は陸上部の城高スキー部に所属し、アルペンスキーでインターハイ出場を果たした。 日本大学進学後もスキーを続けたが、3年時にスキー部監督から勧められ自転車に転校。デビュー戦となった全日本学生新人大会でいきなり優勝。関東学生選手権、全日本学生選手権でもタイトルを獲得。卒業後、パルコに入社するが、自転車部は解散。クラブチーム、太った豚たちに加入。クラブの主催は、義理の妹のコーチで後に、 自身の夫となる、今野慎。1986.87年の全日本アマ選手権を連覇する。1000メートルタイムトライアルの日本記録も保持していた。1988年、スピードスケート選手で冬夏五輪出場を目指していた、橋本聖子とソウル五輪出場権をかけて、スプリントで一騎打ちが行われたが敗退。1992年のバルセロナ五輪ロードで、 年間の五輪出場を果たした。1998年には37歳で東京女子クリテリウム優勝を果たす。2000年現役引退。現在は三重県鳥羽市内で自転車店を夫婦で営んでいる。1994年には地元にて彼女にちなんだユミコロードなるサイクルロードが整備されている。ありがとうございます。